噂のマキオは、1990年4月19日に、フジテレビの世にも奇妙な物語内で放送されたストーリー。第1シリーズ、第1回放送の第2作目。主演は、坂上香里同会の作品に、第1作、恐怖の手触り、第3作、ヤギヒのスゴろくがある。人面犬といった、 放送当時の世相を反映して、噂をテーマにしている一方、メタフィクション的要素を含んだ仕上がりになっている。また、放送当時はインターネットが普及する以前であったため、現在の BBS に代わって、パソコン通信が物語上で重要な役割を、になっている。 2010年10月4日放送の世にも奇妙な物語20周年スペシャル秋人気作家共演編の冒頭では本ストーリーが記念すべき第1回目の物語として紹介された山崎夏子は女子高生であるが人面犬といった噂でみんなが話で盛り上がっていることに対してくだらないと感じていたある日弟信幸のパソコンを覗いてみると パソコン通信でも噂に関する話題が飛び回っている。これを見て、夜公園に一人で行くとマキオという男の子が遊んでいる。この子と遊ぶと、どこかへ連れて行かれてしまうとパソコンに打ち込み、自分で噂を作る。翌日、学校に行くとみんな、マキオの噂で持ちきりだった。信行が噂を広めたに違いないと思い込んだ夏子は、信行に問い詰めるが、 信之も友達から牧雄の噂を聞いたと答え、何もしていないという。困惑する夏子を置き、噂はどんどん広まっていく。そして、ある夜、信之が塾から帰ってこない。心配した夏子がある公園に行ってみると、一人の男の子が現れた。噂の発信者が被害に遭い、最後は自分自身が噂になるという本ストーリーに対し、 1994年、頃には、自分自身が噂を作ると自分に跳ね返り、自分が被害者になるという噂が報告された。ありがとうございます。